はい、どうもキョウペイちゃんです。ヨークアウチバッサーズ2の最新情報を見ていきましょうということで、今回ですけども公式サイトがね新しく更新されてたので、そこの部分を見ていきたいと思います。2箇所だけね更新されてたんですけど、まず1つ目がこれ、バンバラヤについてだね。なんと本編クリア後にバンバラヤの真の姿が明らかになるらしい。それがこの精霊バンバラヤだが、バンバラヤはこれだけじゃない、君のバンバラヤはなんだということで、画面にねなんか妖怪になるかもしれないし、聖剣になるかもしれないしって書いてあるけど、まあ、俺の場合はねメインのデータは金のチョコボに変わって、まあ挙句それがなくなったんですけど、まあ、多分データごとに一番最初にね変わるやつは多分決められてて、まあ、精霊バンバラヤが欲しいのであれば多分データを最初からやり直す、かなりめんどくさいねリセマラをする必要があるんじゃないかなと思います。まあ、再戦できるようになればね多分ゲットすることができると思うんですけど、まあ、その辺はまだちょっとあやふやですね。でもう一つ、クリスタルブシニャン、これについても書いてありました。妖怪メダルトレジャー06に収録されているクリスタルブシニャンメダルの QR コードでクリスタルの迷宮に挑もう。まあ、これについてはね昨日の動画でも紹介したんですけど、まあ、クリスタルブシニャンのメダルについている QR コードを読み込むとクリスタルストーン無限がゲットできるという感じです。クリスタル武士には修行により水晶の体を手に入れた武士にゃん、占い師が憧れるその体は未来を見通すことができて全ての攻撃を見切るって書いてありますね。でクリスタル武士にゃん、これ俺の動画を見てくれている人だけに教えますけど、確実に 100% ゲットする方法があります。それはこのクリスタル武士にゃんのメダルに、最初から入ってる、容器がねチャージされてるんですけど、それを使ってクリスタルの、迷宮に挑むことで 100% クリスタルブシニャンをゲットすることができるみたいです。なのでね、まあ、普通に行くとクリスタルブシニャンの入手確率はヌーパーツの中で 1% しかね確率がないので、まあ単純に100分の1の確率、まあ、それをそのクリスタルブシニャンの、ね、メダルについている容器をチャージすることによって 100% ゲットできるらしいから、まあ、どうしても欲しい人は、まあ、それをね使うのもいいかもしれません。なのでね、欲しい人は妖怪メダルトレジャー06のメダルを買って、クリスタルブシニャンのメダルをね当てる必要がありますね。シークレットなんでね確率は結構低いと思うんで、まあ、大変だと思うんですけど、まあ、そんな感じで今回はクリスタルブシニャンを、確実に入手方法できる入手できる方法があったので、まあ、それを紹介していきました。ということで皆さん最後までご視聴ありがとうございました。もしこの目で少しでも参考になったらぜひ高評価ボタンを押しててね。それではキョウペイちゃんでした。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。